はい、横浜栄高校1年1つ組の皆さん、こんにちは、サワヤンゲームズでした。しゃーてことでやってきてまいりました、フォールガイズシーズン6。どんなもんか早速見ていきたいと思います。プレイ、はい、来ました、パーティープロムナード、邪魔者よけてゴールまでたどり着け。もうなんじゃこりゃ、意味がわからん。パーティープロムナード、名前覚えられません。ステージの名前覚えられません。パーティープロムナードは、プロムナードは難しい。まあ、ちなみに俺は事前にそのなんだろう、事前に公開されたステージの映像とかちょっと見てきてるから、なんとなくわかるんだけども、なんとなくしかわからない。逆に裏を返せばなんとなくしかわかんないから一生懸命やる。さあ、まずはこの筒の中にとりあえず入ればいい感じがする。とりあえずこの中入ればいいんでしょ。とりあえずこの中入ります、無言で。うわ、すごいすごいすごい。なになに、でこういってこういってこういって、で、こん中入ればいいんだよ。こん中入って、ジャンピングアクションかまして。ちょっと待って、みんな早い。みんな早いよね。これみんな早くね？俺が遅いの。俺普通だと思うけど。俺普通だと思うんだけど。さあ、この、何？これ落ちたり。あ、こっちやね。逆ね。背中向けて。さあ、ここ入っていく。いいんじゃない？さあ、プロムナードに入って、プロムナードして、いや、ここはもうこっちから行っちゃう。こっちから行っちゃう。俺はあえてこっちから行く精神。いや、マジか。いや、でもまだいける。え、早くね。ちょっと待って、みんな早くね。あ、でも俺もそんな遅くはないのか。俺もそんな遅くはないはず。クリア、オッケー。分からないけど、第1ラウンドクリアした。第2ラウンドいきましょう。エアータイム、スコアゾーンにとどまってポイント稼げ。落ちたらパイプを使ってスコアゾーンに戻れ。これがどうやら、この黄色いとこがスコアゾーンっぽいけどな。黄色いとこに続ければいいんでしょ。あ、で、下に落ちたらまた戻ればいいね。オッケー、なんとなく理解はした。黄色いとこにいればいいだけの話、理解。なんら難しくない。なんら難しくないね。いきなりこっち行こう。あ、最悪だ。待って、全然ポイント稼げなかった。秒速で落ちた。待って、これむずいです、皆さん、これむずいです。まだ 10% で俺。ちょっと待って、OK。冷静に行こう。ねえ、むずすぎる。ちょ待って、むずすぎる、やばい。まだ 15% 俺。もうゴールする人いる、出てくるし、そろそろ。ここでしょ、絶対。ここ最強だと思う、今の。今のとこ絶対最強。ちょ待って、落ち着いて。無理しない。バカ、急げ。間に合わない。74%。待って、いける、絶対いける。あそこしか勝たない。あそこ最強だから。あそこ絶対最強。落ち着いて。いけるはず。頼む。よっけー！もうここしか行ってない。いっぱい広いステージなのに、そこしか行ってない、俺。動くスポーツストライト、とどまって、ポイント稼げ。ちょっと待って、全然ごめん、動くす、もうムービングスポーツストライトとかにしようよ。なんで突然普通のひらがなが出てきたの。ムービングスポーツストライトとかでいいじゃん。何、動くスポーツストライトって。そこはさ、ねえ、英語にしようよ。そこはで、どこスポーツストライト。あ、あれか、あの黄色いやつだよね。絶対の黄色いやつだよね。ありがありえない。いや、あれしかない。ちょっと待って。ねえ、なんで俺から逃げんの。ちょっと待って。ねえ、スポーツストライトか。ねえ、ちょっとずるい、それは。ねえ、ずるい。ガチずるい。いや、ガチずるい。
待って、全然入れてない。来た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 、これガチ来てる、これガチ来てる、これガチ来てる、俺これガチ来てる。待って、ガチ来てる、俺もうまくね、あとちょっと、うわっ逆だ。よし、初見ドンカツあるよこれ。パイプドリーム、パイプを進んでゴールを目指せ。ここでレースが来るの？第一ステージと何が違うの？何が違うの？パイプまみれだ、パイプまみれだこれ。運ゲーの予感がプンプンするけど長いぞ、コースが、コースが長いんですけど大丈夫。戦闘スタートは強い。パイプドリーム頑張ります、ドリーム使います。飛ばされて左、絶対左、オッケー、悪くない、ちょっと前行かれちゃったけど、オッケー、悪くない、風やばい、間行っていいよ、飛び込んで、どう、どこ行く、どこ行く、どこ行く、どこのパイプそれ、どこのパイプ、悪くない、待って待って、もったいない、オッケー、悪くない、悪くない位置じゃない、悪くない位置なんじゃない今、早いんじゃない、なかなか早い気がするけど、飛び越えて、え、なかなか速くね、え、なかなか速い気がするけど、俺だけちゃんと飛び乗って、オッケーオッケー、いけるいけるいける、急げ、12の12、よっけー、天才。そろそろやりに行くか。さあ警戒しだしたぞ、警戒しだしたぞ、やるなら来いよ、やるなら来いよ、やるなら俺はやるぞ。なんかちょっと動きおかしいぞ、耐えてくね、耐えてくね、いやうまい、フルティルト、360度シーソーから落ちたようにバランスを取りながらゴールまでたどり着け。何これ、あれこれさっきやってないっけ、新しいシーソーゲーム的なやつ、フルティルト、なんかフルチンみたいに聞こえるけど、フルティルト、フル、ごめんなさい、もうこれ以上言いません、はい失礼いたしました。まあこれはシーソーゲーム的なことでしょ、これシーソーゲームでしょ、これ何ら難しくないはず、普通にやればいいだけのはず、落ちないね、さすがはい落ちない、はい普通に歩けばいいでしょ、こんなん簡単じゃん、お茶の子さいさいでしょ、こんなん、ここで落ちるやつはマジで初心者、こんなとこで落ちるのはガチの初心者、まあ俺は上級者だ、俺落ちないんだけど、でここ乗っちゃうから、俺ここの有効活用して乗っちゃうから、フルティルトをちゃんと有効活用していく、フルティルトをちゃんと有効活用して登っていく。で、このちゃんと内側、インコース刺して、インコースを刺して、こっちからフルティルト。ね、フルティルトして。ここ通れるの。そこ通れるの先行ってもらっていい？壁の意味ないじゃん。壁の意味全くないけど、そしたら。フルティルトの意味が全くなされてないけど。全くフルティルトの意味がなされてないけど。そもそもフルティルトって何？フルティルトの概念を知りたい。フルティルトが一体何なのかっていうこと。まだノーミス出すけど、ノーミスです。ノーミスフルティルト。ノーミスフルティルトで完全にゴールティルト。はい。完璧ティルトの超フティルト。第2弾といきましょう、しゃ。さあ、さっきは全くいろんなとこに行けなかったこのエアタイムね。これでちょっと他のとこいろいろ行ってみたい、ね。ガチで。ガチでちょっと他のとこにいろいろ行ってみたい気持ちがあるから、他のとこに行きます、皆さん見といてください。冒険しに行きます、私冒険する、このステージを、ま、右、さっき左ばっかりだから右行こうか、右行きます、右行く人いるかな、結構いるじゃん、
ここいいじゃん。え、ここめっちゃいいじゃん。え、ここめっちゃ強くね？ここめっちゃ強いじゃん。え、ここ最強じゃん、こんなとこ。え、最強すぎない？まあさすがに落とされる。あ、そういうことね。さすがに落とされるって話で OK。 でも 55% も溜まっちゃったんだけど。え、こんなフルティルトじゃん。こんなん究極のフルティルトじゃん。究極すぎるフルティルト来たよ、これ。で、ここ行きたかった。あー、でも今なるほどね。ああやって回っていくとずっと残れるってことね。ずっとフルティルトできるってことね。クリア。分かっちゃった、このゲーム。さあ、そしてパイプドリームね。これも多分いろんな生き方があって、ちょっといろんな生き方試してみたい。いろんな生き方を試してみたい、俺がいる。純粋に純粋にいろんな生き方を試してみたい。どう？で、ここもこっから行くと早いだろうね。で、ここダイブ。あ、いいんじゃない？今のところすごくいいんじゃない？またここ出るんだ。ここも飛び越えて飛び越えて飛び越える。いいんじゃないか。あ、またこっち来ちゃった。さっきと一緒やん。さっきとルート一緒やん。さっきとルート一緒やん。意味ないやん。ダイブして、で、あ、ここで出た。チルティルトだっけ、何ティルトだっけ、これ何ティルトか忘れた。チルティルトだった気がする。なんとかティルトだよね。ティンティルトだっけ、なんだっけ。あ、俺この掴むやつやってみたい。で、これやってみたい、俺も。ちょっとみんな待って、俺もそれやってみたい。ほっ、オッケー。ほっ、あ、いいね、楽しい。チルティルト、動くスポーツトライトは絶対になんかもっといい名前があったはず、俺は思う。俺はずっとそれを言い続ける。動くスポーツトライトは絶対にもっと別の名前があったはず。絶対もっとあったはず。絶対あった。もっといい名前が必ずあったはず。乗れ、オッケー。うますぎる。うますぎる、俺。このゲームのプロかもしんない。俺このゲームのプロだ。あの狼をやれ、あ、俺やりって、やりた。